はい、おはようございます。メイクアップで笑顔になれる人を増やそうの時間でございます。皆さんおはようございます。です日曜日いかがお過ごしでしょうか。はい、今日も元気にやってまいります。今日はねもうとにかく、あなたがですねメイクが上手になるというねコツをですねコツもう二十何年僕もねずっとやってまいりましたけどその中で、気づいたことをですね、惜しみなくお伝えしたいと思いますのでメイクが上手な人と下手な人って分けるっていうとちょっと語弊がありますけどもね下手と上手っていうのはどこで見分けたらいいかということになってくると思うんですね。でその中で、皆さんが自分のメイクが下手だと思ってる人は、今日聞いていただくと特にいいと思います、はい、で私は自分のメイクが上手だと思っている人はまあまあ楽しみながらですね百貨店行ったりしながらいろんな美容部員さんにですねいろんな質問なんかけて積極的にやっていけてると思うんです。でもそういう方ってね意外と少ないんですよね。だからまあ今回出させてもらった出版の本の中にも書いてるんですけども、やっぱりそのメイクの自分のそのメイクのやってきたその歴史っていうんでしょうかそのやっぱり環境によってね、自分が上手やと思える人っていうのは本当にその美容の関係のその家族であったりとかそういうお友達がいてるとか、まあ、美容関係にこう携わってる人と、の中に囲まれてる人、まあ、そういう方がですね結構上手になったりしてるんですね。ということは、そうでない方はやっぱり情報がなかなかその美容のこのいろんな情報が入ってこないからどうしてもこう自分の殻に閉じこもって、自分ってメイク下手なんじゃないかというふうにして勝手に思い込んでしまうというね、そういうパターンがあります。特にまあ数十年20年30年自己流でメイクをずっとしてきた場合に、そういうことってよく起こりますよね、自己流だからこそこれが正しいのか間違っているのかわからないというね、そういう部分で非常にですね不安になっている方も多いようです。ということで今日は、メイクが上手になるコツということでまず、テクニック編というのとそれと考え方ということについて、まあ、ポイントでまず、お話していきます。まず一つ目下手という思い込みを取るということです。これはねそんなことかと思うか分かりませんけどねまず自分が下手と思っていけば下手になっていくんですよね。何でもそうですけども前回もなりきるということは大事だと言いましたが、自分がですねそのメイクが下手だというふうに眉が下手だとか苦手だっていうその意識を持っているだけで自分の手がそういうふうになっていくということが言えます。だからまず、心と、科学ってよく言うんですけど自分のその手の動きっていうのは心に操られてるわけなんでまずそういう下手という思い込みを取るというのが一番大事なポイントです。まあ、かといってじゃあ自信を持つのはどうしたらいいか上手にするのはどうしたらいいかということになります。そこが具体的になっていきますけども、まず環境を整えるこれ非常に大事なんですね。環境を整えてどういうことかというと、ご自身がやってるメイクの周りのね、例えば化粧台の周りとか、それからメイクをしている環境ですから照明の当たり具合とか、光が入ってるかとか自分の顔の映している鏡がどうなってるかとかその環境を今一度ですね、まずチェックしてください。これがですね実はメイクが上手になる秘訣です。なぜかというと映り方がですねもうその環境を整えるだけで自分の顔が美しくなるんです、はい、メイクが上手いとか下手っていうその問題の前のね問題の前の話ですから、まず照明を見てください。例えば朝メイクするときに、お部屋がですね自然光が入っていない場所っていうのはどうしても暗くなりますからできたら自然光が入るようなところに顔を向けるような方向で、整えるとかもしくは、窓がないからどうしても無理っていう場合は天井からの光だけでしたらどうしても顔が影になるんですね。だからちょっと、今こういうねオーリングとかいろんなそのまあ携帯用の安いね、照明も売ってますからそういうのをこう化粧台の前に置いて自分の顔に照明に当てていくっていうまず照明を整えるっていうことが大事です。それから例えば、化粧台の上にですね白い布を敷いてみるとか、まあ、レフ板効果のあるものですね要はそういうものを周りに置くっていうかな、はい、まあ、それすごくそういうことが大事なんですよ。で、まあ、例えばですけどもその、化粧をしている周りに、例えば赤とかオレンジとかその原色の色の背景があるようなところそういうところで行くとですね顔がくすんだりしますから、まあ、そういう環境をまず見るということ を考えてみてください。はい、まあ、それはすごく大事です。場所によってねテンション上がりませんよね、うん、どうしても暗いところで、暗い影になってるところでですよ眉描いてもなんかこう
すごく濃くなったりするわけですね。暗いところでやれば濃くなりますよね、うん、そういう部分のその光の加減というのは色のムラをなくすためにも、顔にですね加減ないように正面に照明を当てると、これ非常に大事なポイントになります。はい、それからですねメイクを上手になる人というのは道具をうまくセレクトしているということになります。例えばときめく道具に囲まれる、これもね非常に大事で、僕あの本の中にも書かせていただいてるんですが、本のね、これ持っていただいてる方はぜひね、読んでください。42ページですね。こういうのはね非常にそのメイクをするときに上手になっていく、あの本当に近道です。ときめくメイク品を棚卸し、ときめくものだけを残すというね、はい、こういうページがございます。でこれをですね、まあ、この本にも書いてますけども、いつどういうところで買ったかというメイクを、そう一回そうチェックするわけですね。そしてこのメイク品がなかったもいいわというものを一旦ですね断捨離をして、それから新しいものを、まあ、情報を仕入れてですね、新しいメイク品をどんどんときめくものを使っていく、これが非常に大事になります。はい、まあ、ちなみにですね僕もね、まあ、こんなふうにして、これぐらいですねパッとこう新調したんですけど、これ何かというとアイライナーとアイシャドウ、いわゆるアイカラーとアイシャドウ、わかります、アイシャドウとアイライナーを、両方使いできるっていうね、こういうアイライナーのようでアイカラーというね、こんな感じですね。はい、見えますかね。はい、でこういうペンはですね、これウォータープルーフで非常にですね落ちにくくて、でアイシャドウの代わりにもなるんです。薄く伸ばしていったらなるし、アイラインにもなるというね、こういう非常にメイクアップフォーエバーから出ている製品で、こういうのもですね実は一般の方にちょっと使ってみてって言って使ってもらうとですね非常に描きやすいと、もう本当に細かい線を入れるとき大変じゃないですか。そういうときにこういうのをちょっと太めのねペンでこう軽く なぞっていくと非常に上手になるっていうね、まあ、こういうふうにときめく道具、僕自身もなんか描きやすいし、しかも色が発色がいいしみたいなね、こういうときめく道具にやっぱり、出会うというのが非常に大事になります。はい、ここまででよろしいですかね。まず下手という思い込みを取る、それから環境を整える、それからときめく道具に囲まれる、ここまでいいですね。さあそしたらいよいよ今度手のテクニックということになります。手です、添え手を使うということになります。このよくメイクが上手な人っていうのは片手でですねこういう手を例えばですね、まあ、こういうペンがあるとしますね、眉を描くときに、まあ、こういうふうにしてこう下手な人って結構脇が開くんですね、こうやってね、まあ、下手な人ってごめんなさいね、ちょっと不安な人、ここなんかこういうこうビビりながら描いてるみたいな感じなんですよ。でねこれは手というのは空中でこう片手でやってるとどうしてもこの何て言うんでしょう、不安定な描き方ラインになりますから、これを一定にするためによくねこう添えてっていう手でこういうふうにする人もいてるね、ここに当てて、そしてこういうふうに当てて固定しながら描く人もいてます、こうしてねアイラインもこういうふうにやる人もいてますが、まあ左手がもし使えるんであれば左手で、まあ、こういうふうに脇を締めて、ここですね、こういうふうにして脇を締めるように固定をして描いていくであるとか、よくあるのがこのペンでですねこの眉をずっとこう描いてると眉のペンに皮膚が動いてしまうことってあるでしょ。例えば眉山から眉尻に向かうラインをこう下に描かなかな描かないときね、行かないときこうしてその時下に描いていくとですね、その描いてる下の方向に皮膚が下がっていくので、パッと見た時に眉のラインがですねなんか妙に頼りない下がり眉になってしまったりということがよくあると思うんですね。でそれをあえてね分かりやすくちょっと長めのペンに変えました、持ち替えましたね。例えば、こちらであればこれ添えて左手こういうふうにしてもうちょっと持ち上げる感じです。これちょっと鏡がないんで分かりますね、はい、まあ、こんな感じで持ち上げる感じにします。こう引っ張ります、そして変えていく、そうすると引っ張る方向に向けて皮膚が上上がるので、そこにペンを持っていくとそのペンの、まあ、行く方向が分かりやすいということもあります。これよくアイラインでもそうですね、目尻を少しこう持ち上げて描いていく、これをねしない人結構いてるんですよ。
片手でこうなんかこう書こうとするね、そうするとこう、失敗しやすいとか、不安定になるっていうのがあります、はい、で特に眉尻なんかは、眉尻はですね皮膚がこうちょっとシワになってくると、眉のペンの色がつきにくいところあります。よくこの、微球筋っていうんですけど、このね眉尻のここですね、ごめんなさい、ここら辺に油っぽいところよくあるんですよ。そういうところって結構色が乗りにくいんですね。だからこそちょっと皮膚を、こうやって引っ張りながらそこにペンを立てて描く、立てて描く。これ寝かして描いてしまうと、色づきが悪くなったりするんで、細かいところを描くときはペンを立てるというね、まあ、こういった、テクニックというかコツ、これをですね、まずしてもらいたいなと思います。そういう部分で眉ペンの持ち方ということでいきますと、例えば、ね、これ10センチもない眉ペン、だんだん減ってきますよね眉ペンね。そしてこんなちっちゃいんで描いてる人いてますよね、結構ね、こうやってね、なんかもう貧乏くさい感じになりますやん、こんな細かいことやってたらね。でそれをですね優雅にするためにはちょっとこういう補助器ってあるんですよ、補助器ね。まあこれをもう前回でちょっとお伝えしたと思いますけど、結構ねこれアマゾンとかでね600円ぐらいだったら安いんですよ。これ何本セットか分からんけど、こういうねカラフルなセットが入ってまして、でこれにですねピコンとこうつけると、よく鉛筆の補助器ですよね、こうやってつけると、はい、こんだけ長くなるわけです。わかります？ちょっとこれ取りますね。こんだけ長くなります。そうするとですね10センチしかないやつが倍以上になるんですね。そうしたら長めに持てばこう持ちやすいし見やすくなります。例えば短いペンであれば自分の手がですねこうやって影になってしまう。でこれ長めにする、これで見やすくなる。そこで、まあ、例えばこういう風にして引っ張りながら描くとかね、ちょっとこう今鏡ないんであれですけども、まあ、こんな風にやります。はい、でこういう、ペンのそして削り方というのもね、薙刀型っていうんですけど、こういう削り方も実は非常にですねポイントがあって、まあ、薙刀型っていってこの、眉のブラシもこういう風になってますね、薙刀型で。この時に短い方の、わかりますかね、底辺になっている短い方、こちら側からこのラインを描いていくわけです。こうしてみんなね、これどっちでもいいっていうことないんですね。でこういう風なブラシっていうのは、こういうブラシは立てるとラインがすごくはっきりするんだけど、このブラシは寝かして描くっていうのではないですね。こういうブローブラシっていうのはね、寝かして描くっていうのは、まあ描いて眉頭とか色づくことはできます、グラデーションすることはできるんだけど、通常は線を引くときはこういうふうに立てて描いていきます。その立てて描いていくところのこの接地面がこの底辺、短い方からこういうふうに描いていく、分かりますよね。長い方からこう描いたらこれ線入りませんからね、はい。まあ、そういうふうなちょっとした使い方を、これまあ一般の方ね、知ってる人は知ってると思うんだけど、知らない方も結構ねこの方向性って大事なんでね。でこのブラシがこうなっています。だからこそ、このペンもこういうふうにして薙刀型のように、まあ、切ってるわけですね。そして短い方、こっちらの底辺の方からこういうふうに入れていく、そして立てて入れる。そのことによって、ラインがですね非常に繊細なタッチができるでということです。それから眉ペンはですね、これどんどん使っているうちにファンデーションとかの油分がここに巻きついてしまって、まあ、描いてもですね皮膚になかなかうまくね色づかない時があります。まあ、そういう時に、眉ペンをちょっと軽くねメンテナンス、こういうカッターを持ってきて、この芯の部分をこれ強くするとポキッと折れるので、面をですねこの芯のところを軽く削るぐらいでしたら、これ長めに出してその先っぽでちょん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 とこういう感じで、はい、削ってあげるとこの薄い膜がですね取れて、非常につきやすくなるということです。そしてこの木の部分を削っていくときは、これは先じゃなしにこのこっちですね、手前の方をこっちです、親指を持ってこちらの方からこういう感じでやっていきます。はい、このペンの削り方というのは動画でですね実際に作ってるのがありますので、それをちょっとねシェアさせてもらいましょうかね。ちょっと待ってくださいね、動画見ていただくのが分かりやすいかと思います。
で、この動画を見たいなという方はですね、今からちょっと載っけますので、右上の方に無料のですねメルマガという QR コード、これを取っていただくと、こちら、ね、の上に出ました無料、ビマユメルマガ講座という、こちらを取っていただくと、全8回動画付きでですね、ビマユが書ける、無料のメルマガ講座というのを動画でやっておりますので、そちらの方も見れます。はい、見れますが、今日はちょっとだけね、そうしたらシェアをさせてもらって、一瞬ですけどね、ちょっとこんな感じっていうのを一回見てもらいますね。削り方をやってまいります。通常はですね、こういうエボニーという、画材屋さんなんかでよく売っているあのこれペンがあるんですけどね、これをあの練習用に削って、眉の描く練習ね、こんな感じで、よく使ったものです。結構この色はですね、日本人の男性のあの眉とか描くときにはすごく重宝します。まあ、こういう風にして削るんですけども、もうこれかなりね、あの緩んでまいりましたんで、今日はちょっと新しく、このチャコットのマイペン、これもね結構芯が、すごくあのしっかりと固めなので、こういうマイペンを使うとですね、すごくあの細かい繊細なタッチができます。これ普通はこうやって丸くなってますね。まあ、こういう削り方ができない方は、しっかりとここね、あの普通にこう鉛筆削りみたいな形でこれ芯をあのとんがらしておく方がいいんですが、毎日毎日描いてるとすぐにこのファンデーションの油分がここに回りますんで、まあタッチしても描けない、もしくはこの芯がですね、その油分によって柔らかくなってしまって、まあべちゃっとした感じの質感になってしまうんですね。ですから、まあこういう眉ペンをですね、少しあのカッターで芯の部分を軽くこういうふうに削るだけでも非常に描きやすくなります。まあ、今日はこれをなぎなた型に作る、はい、カットの仕方をやっていきます。まず、カッターはあまり長く刃を出さないことです。ちょっと短めにしておいて、ここに親指をここに、テンションをかけて、表面の方向を約1センチから 1.5 センチ、これぐらいにずっと木の部分をですね水平に取っていきます。これで一瞬ねできたと思いますが、でこの逆の方向をひっくり返して、同じように両端から、両面からこうやってちょっとこう攻めていく感じでしていきます。同じように両方から薄く、そうしていると横を見ていただいたようにこういう感じですね、ここの木の部分がだんだん細くなってきます。これをですね、丁寧に慎重に少しずつ削っていきます。という感じですね。まあ、この今の動画、続きもあるんですけども、ちょっと時間の関係でここら辺で割愛をさせていただきます。なぎなた型っていうのは、はい、こうということで、まあ、あの次ねこの続きを見たい方はぜひぜひこの右上のビマユメルマガ講座のですね、ところを取っておいてください。はい、ということで、まあ、時間になってまいりましたけども、今日はメイクが上手になるコツということでお話をさせていただきました。ね、まず、下手という思い込みを取るということです。それから環境を整える、これ非常に大事です。それからときめく道具に囲まれる、そして添え手を使う、うまくね添え手を使う、脇を締める、それから、ブラシの持ち方とか、このペンのねこういう風な削り方とか、それからこういう補助器を使うことによって、少しですねあの長めになるだけですごくメイクが、やりやすくなりますよみたいなね、そんなお話をさせていただきました。はい、まあ、あの一度ですね、今日はお話をしたこと、一度試してみてください。まあ、あのもっともっとね本当は細かいことはたくさんあるんですけども、なかなかこのね20分か2、30分の配信の中での話でございますんで、まあこの続きはまたねこちらのグループでどん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 質問していただいて、はい、自分のメイクを確かめていってください。はい、いうことでございまして、まああの今日はこの辺で終わらせていただきますけど、例えばねあのこの今、しているこのメイクの
メイクってちょっとこう眉少し描いてるんですけど、この色を見ててくださいね。この色とこの色もう全く違いますよね。こんな風にして顔色が変わるということなんですよ。例えば周りに、ピンクっぽい色、赤っぽい色のその照明がある時の顔ってこんなになるし、逆にこの、少しですね緑っぽい感じの色にするとこういう感じの色になるわけですね。まあ、それほど顔色の移りっていうのは周りの環境に変わります。ということは服の色によっても顔色が変わるということもね、最後にちょっとお伝えしたかったので、今カメラのねカメラのちょっと設定を変えただけでこんだけ変わってるということだけ、まあ、見ていただくと一目瞭然だったと思いますんでね、ぜひぜひ今日の、はい、今日の流れぜひもう一度ね確認していただいて、メイクを上手になってくださいっていうか、まあ、メイクは私は上手というふうにね思えるように、メイクを楽しんで、過ごしてみてください。はい、ということで今日も見ていただきましてありがとうございました。それでは良い日曜日をお過ごしください。楽しんでください。それではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。